もう本当にもうこんな、ね、経験をさせていただいてすごく幸せな時間でした。もうずっと感動してました。いかがでしたか皆さん。あと1分もう早くね、明けましておめでとうございますと伝えたいと思ってインスタライブしてしまいました。誰ですか。あ、そうです、そう、衣装も素敵な衣装を用意してくださって、そしてちょっと皆さんにちゃんと見ていただきたくて、今回朝ドラ舞い上がれのバックナンバーさんも I love you を歌ってくださったり、本当になんかちょっと舞い上がれ色を今回出したいなと思って、じゃん、ちょっと傷が引き出しにぶつけた傷が見えてしまったんですけど、ネイルをいつもお世話になっている方にちょっとしていただいて、何かわかりますか。グー、見えるかな。飛行機になっているんですよ。じゃん、舞い上がれの飛行機です。ちょっと見えるかな。見える。本当ですか。もっと近づけ、ほら飛行機すごくないですか。すごい。大丈夫かささくれとか。ちょっと紅白に出るって決まった時にプレゼントでやってくださって、かわいいですよね。そしてこちらにも見えるかな。え、見える。こっちの方がいいかな。舞い上がれって書いてあるんです。ほら、あ、見えた。見える。あ、こうやってやったらいいのか。あ、すごい、 YouTube 方式見ました。見えないな、見えないな。見えないかな。舞い、レは見える。舞い、レが見える。レが若干見える。あ、どう、ほらほらほら、見えた。ということでどんな一面ですか。いや、でも本当にこんな経験させていただけて、もう紅白はちっちゃい頃からずっと見てて、そんな場所に自分が立てると、あの審査員として立てると思ってなかったので本当に幸せでした。そうですね、2023年は、まだまだこの朝ドラ舞い上がれの撮影も続きますので、皆さんに楽しんでいただけるように全力で頑張りたいと思います。はい、ということで、突然のインスタライブご一緒いただきありがとうございました。1月3日に舞い上がれの放送はないんですけど、特番でお正月スペシャルみたいな感じで、ちょっと梅津でなんかあったりするのかな、放送があるので、そちらも楽しみにぜひしていただけたら嬉しいです。はい、舞い上がれもぜひ見てください。ということで、皆さん見てくださってありがとうございました。あ、最高でしたよって、ありがとうございます。いや、一発目インスタライブできて嬉しかったです。では皆さん、またお会いしましょう。来ていいのかな。ありがとうございました。舞い上がれ。バイバイ。
今年もよろしくお願いします。これどうやって切るんだろう。こうか。バイバイ。